2手話に関する教育および学習の振興課題県民の誰もが手話を知り学べる機会や場所が十分ではありません。小中学校、中等教育学校、高等学校では継続的に手話を学ぶ機会が少ないため手話を体系的に学ぶ学校用の教材が必要です。 1. 学校で手話を学ぶ機会等の充実施策 4. 児童生徒の手話の学びを充実します各学校で児童生徒が手話を学べるよう簡単な挨拶を記載したリーフレットや動画等を学習教材として作成し提供します また、各学校で手話を学ぶ取り組みが充実するよう、手話に関する優れた取り組みを、事例書にまとめ、更新していきます。それにより、それぞれの学校の状況に応じて、授業や特別活動等において、手話を学ぶ機会を充実していきます。